はい、こんにちは。岐阜薬科大学の対数の問題なんですけども、なんか非常に対数の基本性質をきちんと抑えつつ、ちゃんとした場合分けをする、非常にいい問題だなと思ったんで紹介いたします。まず、こんなような不等式が与えられていて、で、とにもかくにも、定も真数も文字なんで、定の条件と真数条件から、まず、定が1がダメっていうのは、一応ちゃんと忘れちゃいけない。忘れやすい。y も x も1じゃダメですよと。で、もちろん、正ですよと。っていう、これがもう、とにもかくにも一番大事なことと。で、その上で、あとは定の変換公式なりなんなりで処理していけばいいんですけども、まず、どっちかに揃えたいんで、じゃあこっちに揃えますか。ログ、xy。で、マイナス、2分の1は前に出しておいて、2分の1。で、定を x にするから、ログ、xy 分の1ですか。が、マイナス2分の1よりもちっちゃいですよ。じゃあこれ、何か一つ t とでも置いといて、t マイナス 2t 分の1がマイナス2分の1と。で、不等式で分母に文字が混じってる。できれば分母、分数なくしたいから、両辺に 2t かけたいんですけども、不等式に文字かけるときは、t が正なのか負なのかで場合分けしなきゃいけないんですけども、それでも構わないんですが、便利な方法として、絶対正になる 2t 次乗かけちゃうと。これだったら負になる心配ないんで、で、しかも分母が払えるから、不等号の向きも変わらなくて済むんで、結構便利な方法としてこのがありますと。そうすると、その代わり三次式になっちゃいますけど、三次式になっても結局 t でくくれるんで。で、マイナス、t。で、マイナス t 次乗と。じゃあ、移行して整理すると、2t、で、t で振っちゃいますか。t、t カッコ。2t 次乗、プラス t、マイナス1と。が、負と。そうすると、t の三次式ですけど、ここが因数分解できてどうってことないんで、t カッコ、2t 引く1と t 引く1で、どっちがプラスかっていうと、マイナス 2t とマイナス t、プラスだから、こうですね。そうすると、三次不等式、三次不等式なんて別に取ったことなくて、この三次関数のグラフの交点がもう分かってるんで、0と、二分の1とマイナス1。交点分かって、で、最高次数の係数が正だから、全体的に右上がりなんで、交わるところはこんな感じと。が、負になってるから、ここですね。ってことは、t は、マイナス1よりもちっちゃいか、0と、0と2分の1の間と。0、2分の1の間。これが t すなわち、ログ xy の満たす条件と。じゃあ、一個一個やっていくのに、これはもういらないから消しちゃっていいかな。もう t の範囲分かったと。じゃあそしたら、ログ、xy が、マイナス1よりもちっちゃいんですけども、これ、等式だったら、y イコール、x のマイナス1乗ね、でいいんですけど、不等式だと、こう変形したときに、どっち開くの？どっち閉じるの？どっちに口開くか分かんないじゃんと。っていうのと、そもそも、これ、定が x っていう変数なんで、普通の y イコールログ ax っていう関数のグラフを考えたときに、これは a が正だったら、こういう右上がりのグラフ、正じゃなくてすみません。a が1よりもでかければ。で、a が0と1の間の数だったら、関数のグラフって全体に右下がりなんですよね。そうすると、この x が1よりでかいのか、1と0の、0と1の間なのかによって変わってくるんで、不等号の向きは、これだけじゃ決まらないと。x を場合分けしなきゃいけないと。じゃあそれには、じゃあまずとりあえず、ログ、
y イコール x のマイナス1を釣るんじゃなくて、こうまあもう そうなるんですけど、このままこっちにログ x をくっつけてあげればいい。それには、ログ xx のマイナス1を。これで y と x のマイナス1の関係が分かって、で、これで、左辺のがちっちゃいんですけど、それは、x が1よりでかいのか、0と1の間なのかによって変わってくるんで、じゃあまず x が0と1の間だったら、進数がでかくなればなるほどちっちゃくなってくんで、y の方がでかければいいと。x のマイナス1よりも。定が0と1の間の数だったら、進数はでかくなればなるほどちっちゃくなっていくから、こっちの方を小さくしたければ、y がこれよりもでかければいいと。で、x が1よりもでかければ、進数がでかければどんどんでかくなるんで、そのままこっちの方がちっちゃくなるには y が x のマイナス1よりもちっちゃければいい。だからこれちなみにまあ x 分の1ですね。なんでまあまずこういう条件が求められた。がこの t がマイナス1よりもちっちゃいっていう話。じゃあ今度 t が0と2分の1の間の数ですよっていう条件も式にすると、じゃあこれもまずはログ xy っていうのを0と2分の1で結ぶのに、これもやはりもう t が x の対数にしてあげるとログ x1 ですよね。0っていうのは1の何でも0乗は1なんで、x の0乗は1と。で、こっちはログ x、x の2分の1乗と。これでまあ、2分の1。じゃあ、これもやっぱり同じく、x が0と1の間だったら、まあ、ここでやってみても、不等号の向きをちょうど反対するんですね。そうすると、1、y、x の2分の1乗と。で、じゃあもうこれはもういいや。x が1よりも大きければ、もう不等号の向きはそのまんま。1y、x の2分の1乗と。まあこれもちなみにルート x ですね。ルート x と。ルート x と。で、まあ x は正なんで別に大丈夫です。そのまま。やでくっつけて OK と。じゃああとはこれをグラフに書けばいいだけと。そうすると、早稲田氏言っとくと、これすべて不等号は、等号ついてないんで、全部境界線は除くです。最後に言わせたときのために、境界線は除くです。じゃあ、まず、y イコール x 分の下のこれです、まず。x イコール1と y イコール1っていう線を書いといて、これもだから一応、点点点か。で、y イコール x 分の1っていうのは、これイコール。1、1通る双曲線。こんな感じと。で、まあ、じゃあこっちも y イコールルート x ってなんで、原点は通らないのルート x は放物線を寝かしたグラフと。で、じゃあまずこれは、x が0と1の間のとき、x が0と1の間のときは、y の方が x 分の1よりもでかいですよと。0と1の間は、y の方が x 分の1よりでかいだから、ここです、ここです。で、x が1よりもでかくなったら、y の方がちっちゃいよだから、x が1よりでかくなったら、y の方がちっちゃいよと。で、これで OK。境界線の除く。で、まず次これですね。これは、x が0と1の間は、y は1よりもでかくて、あ、違う、y は1よりもちっちゃくて、y は1よりもちっちゃくて、ルート x よりはでかいと。ここですね。y は1よりもちっちゃくて、ルート x よりはでかいと。で、x が1を超えたら、y は1よりはでかくて、ルート x よりはちっちゃいだから、ここと。ということで、これすべて境界線を除く、原点も除くが、満たす XY の領域となります。じゃあ以上です。ありがとうございました。